この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はやばい、こんな時間。谷川愛理さんいらっしゃいますか？はいはい、ここにいます。意外と早く着いちゃったんで。難波から電車で15分、八重の里ドライビングスクール。九州行くならフェリーサンフラワー。例えば鹿児島ついて宮崎、熊本、大分、九州ぐるっとツーリング、フェリーサンフラワーのバイク周遊プラン。バイクライフ向上宣言。二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。大阪モーターサイクルショー2016。今年も多くのバイクファンを魅了した大阪モーターサイクルショー2016。昨年を大きく上回る6万人以上の来場者が集まり、会場は大いに盛り上がった。今週も大阪モーターサイクルショー2016の模様をご紹介します。早速丸山博士とキノピーがブースを突撃。まずは鈴木ブースから。こちらでは丸山さんも大好きな綺麗な綺麗な木島さんにご案内していただきたいと思います。ありがとうございます。木島さやかです。よろしくお願いします。お願いします。続きではこちらの SV650 が今年の売りとなっております。見てください、この車体のスリム感とこのコンパクトなフォルムを。これね、結構女性でも乗りこなせるタイプのバイクとなっています。詳しいことはうちの担当のですね、鈴木の森下さんを呼びしてよろしいでしょうか？はいはいはい、はい、ぜひぜひ。では森下さん、スケットにやってまいりました。いや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 、ありがとうございます。やっぱりですね、はい、この SV のこの売りといえば、まず V ツインで。 V ツイン、はい、さあ V ツイン、どんな V ツインなんですかね？ですね、低速の駆動感、これプラス高速の伸びと、スポーツ走行まで、街乗りからスポーツ走行まで、楽しめるオートバイ、エンジン特性なんです。世の中に V ツインのスポーティーなエンジンってたくさんあると思いますけど、はい、鈴木さんのうちの V ツインはこうだよっていう売りっていうのは、ですね、ツインプランを使っておりまして、非常に燃焼効率が良くて、はい、メカロスも少なくて、まあ、非常に、まあ、上の回転が伸びる。確かに鈴木さんのエンジン乗ると、はい、V ツインってもう振動がね、いい振動があるんですよね、はい、でその振動を楽しみながら乗るんだけど、でもスポーティーに走るために上がね、分回ると気持ちいいっていう、まあ、両方一生懸命やろうというところで、はい、これでじゃあ乗る人には何を伝えたい？乗っていただければ分かるんですけども、先ほど言ったように低速から高速まで、街乗りからスポーツ走行まで楽しめる。それでスポーツ走行ではすごくハンドリングがいい。そこが一番の起こりやすいですね。わかりやすい。乗ってみたいですね、はい、ぜひ。続いてなんですが、はい、鈴木のもう一つおすすめがあるんで、はい、ぜひそれに体験していただきたいと思います。はい、こちらになります。来ました。 GSX-WR、 こちら皆さんに実際にまたがっていただきまして、はい、鈴木の MotoGP のマシンを体感していただこうというコーナーでございます。はい、また上がるって言ってもすごい倒れてないですか？ね、よし、すごい角度じゃないですか？すごい。ちょっと待って、これ実際にこれはもう本当にぶら下がってる、ちゃんと。これじゃないですか？あ、いいかもよ。もっとね、肘曲げて。こう。肘をね、そこにつける。おお。あ、そうそうそう。でね、斜め上。単なるなんか強豪にかけてるみたいですね。なかなかこれ長時間無理です。そうですよね。こんな感じだ。おー、いいですね。かっこいい。どうでしたか？このバンカクで乗ってみたいな。このバンカクでレースができたら幸せ。へえ、そうですよね。わかります？何が幸せなのか。なんだろう、なんだろう、もう倒れそうですもんね。路面が近い、はい、なんか俺、はい、俺イケてるみたいな。多分ね、はい、あの MotoGP で走ってる、そうですよね、あそこの頭の中で、はい、俺を見ろっていう感じなんですかね。絶対思ってると思うよ、俺を見ろ。
今年、はい、あの2年目ということで、はい、元 GPU も頑張っていただきたいと思います。そして頑張っていきます。はい、鈴木さん頑張ってます。はい、頑張れ。ありがとうございます。ここではですね、ビーコム、はい、我々使ってますよね。はい、いつもツーリングでお世話になっております。なんですよ、今回、はい、なんか新しいバージョンが出てるっていうので、はい、ちょっとね、興味津々なんですが、はい、ありがとうございます。そうなんです。今回はですね、なんとこちらのビーコム 5X が発売されております。ありがとうございます。一番変わったところといえば、このデザイン、ホームボタンというところがですね、はい、今回丸いボタンじゃなくてダイレクトに押していただけるように、バイクを乗ってる方ってグローブをつけながら車内触られることってやっぱり多いじゃないですか。大事。そうなんです。あのキノピー、はい、これね、はい、使ってると思うけど、はい、スイッチあれあれあれってやんなかった？やりました。手がパチパン出たりとか、グローブを使っている方でも触りやすく、押しやすく、はい、操作性が簡単になります。そうです。でももう一つさ、はい、カラーリングはいいじゃない。はい、かなり、はい、カラーリング、なるほどね、はい、ちょっとポイント高いね。車体に合わせたりとか、ヘルメットに合わせたり、さまざまなデザインでお楽しみいただけるようになってるんで、技術的に何をみんなが求めていて、今回の進化に当たったんですか？はい、5X は Bluetooth チップを2つ積んでます。で、今まではその音楽とかナビの音を聞きながら会話っていうのはできなかったんですね。それをできるようにしたっていうのが、あの 5X。 なるほど。それを聞き遠く機能って言ってます。はい、要するに音楽を聞いて、あの会話をするっていうのがもう同時にできるので、切り替えの操作がいらない。どう？使ってて。使ってて、あの本当にロケの時とか、こちらのインカムがないとロケにならないんで、本当に感謝してます。ロケにならない感謝、ならない、これいいですよね。タンデムでも、はい、結構ね、あの風切り音とかで、ね、会話ができなかったりとかするんですけど、やっぱりこれがあると、はい、一緒に走るとどんな会話してくれるの？もうたくさん美味しいものの話をします。はい、BRT ジャパンカンナムスパイダーのブースに来てますよ。はい、七里さん、あのよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今回我々がこれまたがってるのは何て言いますか？カンナムスパイダー F3 のリミテッドになります。ここ数年で三輪ホイールの乗り物っていうのはものすごく増えたと思うんですけど、カンナム、この BRT さんのこのカンナムスパイダーの特徴って今何なんですか？まあ、一番の特徴はやはり前二輪、後ろ一輪という三輪であること。はい、近頃はフロント二輪でランプさせる、その前くらいの楽しみをさせる車両がいろんなところでこうありますけど、はい、逆にランプさせないことの意味っていうのは、あのコーナリングをですね、より安定して、あの楽しむことができます。はい、しかも安全に、転倒の危険性もないので。そうですね、転倒しないんだったら本当はね、バケットシートにしてステアリングにする3人っていうのもありかなと思うんですけど、あえてバイクライディングのようにしてるところにちょっと特徴がありますよね。そうですね、私ども商品は全てライディングの形を取らさせていただいて、はい、そこはやっぱ特徴ですよね。そうですね、オートバイに乗る感覚なんだけど、しっかりとした安定感というかね。そうですね、それをね、ちょっとこう求めながら、だけど爽快感。そうですね、思いっきり風を受けて走る、はいはい、あのね、すごくね、偉そうだった感じがするの、これ乗ると。そうですね、あのドーンっていう形で、車じゃないから全身見えててね、主役になれますよね。そう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 、もうみんな見てみたいな。私、さくらはねは同級生の音叉ちゃんに誘われて、なんとバイク部に入っちゃった。爆音、毎週月曜日深夜0時から放送中。思いっきり走ろう。カンナムスパイダー正規ディーラーサッシ、日本最大級のトライクショールーム。希少なバイクを400台以上展示、毎日がモーターショー。名神京都南インター降りてすぐ、サッシュ。初めてのバイク、初めてのウェア、初めての車検、初めては全部バイクワールドから。神戸西区伊川谷店オープン。大阪モーターサイクルショーも終盤に差し掛かったところで、ミネが合流。最後は3人でブースを回ります。これ見て、おこ
これヤマハの MT-09 がベースなんですけど、それをなんかねモトクロスターにしちゃったみたいなね。分かってくれるかな。これねなんかね俺らにはね響くのよ。ごつい感、ごつい感、本物感。ごつい感わかります。ごついのが本物なんですか？レーサーっぽくガチガチやってるとこんな感じになるっていうね。こんだけしっかりしててもあのオフみたいな軽い動きはあ、そうそうそうできるんですか？なんか私の中ではオフはこういうイメージじゃないんですよね。違うの？どういうイメージ？なんかもっとスリムな感じのイメージなんで、なんかちょっと意外だなっていう感じがするんですけど、なんかミックスされててすごい。ちょっと今流行りのビッグオフ、ビッグオフ、ビッグオフローダーみたいなものをね、MT-09 で作ったっていう感じで、このね、足回りのね、雰囲気がね、ちょっとこのね、本物っぽくていいわけよ。こういうのをね、男は好きなんだけどね、マイルド感と、ワイルド好きじゃん。ワイルド好きですね。ちょっと、あ、見たことある。もしかしたら知り合い？知り合い？お二人知り合い？あの前のイベントでお会いしましたよね。でも一人だけ喋れる人がいるんですよ。え、一人だけ喋れる人はいないんですか？喋れる人今日はいないです。いないの？いないっけ。会話が弾まないわ。決まってんだろうね。俺たちドリーモータースは普段いろんなバイク用品屋さんにお世話になっていて、今回はたまたまバイクセブンという名前からバイクワールドに、お店の名前が変わったバイクワールドさんのお得なチラシを配りに参りました。チラシを配りに。そう世界征服とかじゃなくて全部地味なことをやるんですね。世界征服世界征服したらお前どうやってバイク買ったらいいんだよ。そっちかというわけで、鹿児島 PR キャラクターグリブーが見守る中、今年もガラガラくじに挑戦。まるちゃん出して。まさかの。危ないぞ。もうええで危ないぞ。いやありがとうございます。久しぶりにね、あのサンフラワーでね、ちょっと九州行き、ぜひね俺も行ってみたいな。大阪モーターサイクルショー2016にはまだまだ魅力あふれる楽しいイベントが盛りだくさん。入りきらなかった未公開シーンはウェブで配信します。お楽しみに。今年もライクアウィンドグランプリ開催決定。5月11月全2戦エントリー受付中。詳しくは番組ホームページで。風のように